はい、じゃあ行きます。続きです。ここかね、なんかお使い頼まれたんですが、わー、山嵐、茨城童子山嵐。どうしたらいいのこれ。ちょっと待て、隠れ身のだ、隠れ身の。はい、オッケー。山彦の術。え、なに、防御力アップとか。汚ねえな、おへん。カウンターか。くっそー、いいようにやられてんな。もう銀次は全然ダメ。銀次は全然弱い。まあちゃんと包丁っていうか武器買ってあげてたらいいんだろうけど、高いんだよな包丁。高いのよ。ちょっとさっさと倒しきっちゃってこれ。あ、オッケー。三枚堂。どうしようかな。毒消しとかいらんだろう。封印の弾別にいらない。まああれはあったでいいんだろうけど。いやー、もう一回戦うだけでこれだけ消費するんすよ。これだけ消費するんですよ。これきついっすよね、やっぱ。なんか今作は仲間がいるからいいんだけど、なんかね、前作のなんていうの、この難しいところっていうか敵の強いところっていうのが、まあもう出てますよね。はい、ちょっと行こうか。多分ここだと思う。はい、伏流の洞窟。あー、そっか、弾かれるのか。まあ別になんてことはないんだけどね。雪のおにぎり、オッケー。よいしょ。あら、違う。はい。書物かー。これ経験値くれるんだよねー。きびだんご。きびだ、あー、まあ鹿の旅とか、売りゃよかったかなー。三枚堂こんな持ってでもね、ちょっとしょうがないんだよね。まあこれも売ればお金にはなる。きびだんご食うか。オッケー。はい。あ、なんかいる。こいつ戦うのかな。鬼の命令系、当図。はい。これ、持っててもどうすんのこれ。ちょっと待って。はい、中に戻してさ。あれ使おうか。動物の友。動物の友。あ、音もいねえからダメなんだ。そっか。そうでした。じゃあもう、書物使っちゃおうか。誰に使う？桃太郎に使うか？もう一回、二回目です。そんでもって、バトルになんのかな？グオーン。わしを遠のまどろみから呼び覚まそうとする小さき者よ。我が名は伏流。古の言葉に従い竜の鱗を守る者なり。何時はその小さき手に真の勇気と友情をつかみし者か。ならば何時のその力は我が前示すがよい。まあまあお決まりのパターンですよね、これね。お決まりのパターン。
まあこれ六角連打でいいんじゃないの。どうなのかな。とりあえず守りで、もう銀次は防御だわこれ。はい、あーまあ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 ダメージ入るな。うん、まあまあ入る。OK、 いいじゃん六角。もう一回バフっていうか、なんか盗めたりしない銀次、なんか盗めよ。はい六角、しかし失敗。成功した試しがないんだよな、全くないんだよな。はい盗む、どうだ。さあ六角は3発打った、あとはもう地道に行くしかないよな。ダメだねこれ、禁止ダメだね。浦島もう防御でいいや。銀次はおっと全体攻撃きたね。オッケーオッケー、ちょうど銀次がねいい具合にあの防御してたから助かったわ。まあでもそれにしてはなちょっとタフだな。また守りちょっと使うか、あんま意味ないか、軽減されてない気もするけどな。守る、お抜け出しの術、おっとごめんなさい、ちょっと接触悪くて途切れてしまいましたね。えこれダメだったのかな、もしかして、もしかしてダメだったの？あれ？これってもしかしてターン制限とかあんのかな？もしかしてターン制限っていうか何ターン以内で倒しなさいみたいな。やっぱそれっぽいな。そうなの？やっぱそうなのか？で多分それがそれをクリアできなかったから、だから抜け出しで追い出されたってこと？これもしかしてどういうこっちゃ、どういうこっちゃ。ちょっとデバフも使っていくか、デバフ。これでどうだ、これでちょっと弱体してくれてたらいいんだけど、どうでしょうか。素早さは上がった、もうちょっと、もうちょっとデバフ重ね掛けしてみるか。どうかな、しっかりデバフ、六角打ち切ってさらにデバフでダメージ、ダメージじゃないや、守備力下げてで攻撃すりゃそのターン数クリアできるかね。どうなんかな、悲しみに出すわがまが滝消え去るが良い。なんでダメなのこれ。なんで、なんでダメなの。ちょっと待って、
なんでダメなの？ちょっと情報がない、情報が。情報がないよ。何体以内に倒しなさいみたいな。ちょっと待って。もしかして持ち物いっぱいだからとか、そういうわけじゃない？そういうわけじゃない？ちょっとわからんけど。金ちゃん。はい。ちょっともう一回行ってみようか。浦島。動物の友は売りたくない。三枚堂。めちゃめちゃ高く売れてね、三枚堂。よし。ちょっと待って、これ、なんか。ちょっと待って。情報、なんでだろう。ただ単純に持ち物に空きがないからとかそういうわけじゃないよな。やっぱ何ターン以内で倒さないとダメってこと？倒すっていうか何ターン以内かで、あの、ある程度このぐらいのダメージを与えてくださいねみたいな、そういうのがないとダメなのか、これは。もしかして、もう一回、今度は四角六角打ち切って、かつデバフ使って弱体化させてみたいな感じでいきたいですよね。ちょっとこれわからんな。なんでダメなの？おーっと、いいね。いいよ。デバフ、守り使わない方いいのかな？どう？そっちよかったら攻撃に転じた方いいのか？まあ、銀陣も少しでいいから、ちょっとダメージ増やしていきたい。まあ、浦島が絶好調になったのは、これはちょっと、今いいタイミングですよね、これ。ここで絶好調になったのは。まあ、全然効かねえけど、まあ、ゼロよりはマシだ。六角殴って、で千金ターン。オッケー。まあもう一回張りでやってもいいかな。じゃあもう一回張りでいくか。もう一回。あちゃ。もう一回張りていこう。はい。さあ、会心来てもいいんだよ、会心。オッケー。いいね。ダメージはちょっと上がったね。はい、六角。六角はそんなダメージ変わらんな。これで幾分かは違ってくんじゃないの？はやて。オッケー。ダメージ上がってるよ。一気に押し切れ。よっしゃ。いいよ。オッケー。やっぱそういうことだったのか。やっぱそういうことか。グオーン、よかろう。何時らこそわしが待ち続けた真の勇気を持つ者。竜の禄はこの奥にある。持ち去るがよい。わしは再び、永遠のまどろみに落ちる。二度と話しかけるでないぞ。って言われて話しかけちゃいくなるよね。ちょっと話しかけてみるか。あ、寝てる。オッケー、そういうことだったんだね。よし、じゃあ、これで、多分、
夜叉姫は復活するんじゃないの？ちょっと行ってみようか。どこだっけ。医者だ、医者。医者もう真ん前にあったわ。桃太郎さん、竜能力を取っていらしたのですか。そこまで人のために犠牲を払えるなんて、今度は私が意地を見せる番ですね。竜能力を煎じましょう。失敗は許されない。はい、さあ頑張って。ふう、できました、できましたぞ。早速夜叉姫様に飲ませましょう。はい、ほれ、頬に赤みがさしてきましたわい。寝息もすっかり落ち着き申した。これすげえなんか言葉を使ってるスズメだな、これ。もう大丈夫、一晩休めば明日には熱も引きましょう。 OK、 じゃあ一晩ついでにこっちも回復してくれてたら嬉しいんだけど。ここは、あ、桃太郎さん、そうか、私風神に飛ばされてそれで倒れていたのですね。でもお兄様が、あじゃせ王子が見守っていてくれたような、そんな夢を見ました。はい、あ、私ならもう大丈夫です。迷惑かけてごめんなさい。今度は私が皆さんを助けできるよう頑張りますね。頑張ってくれよ、働いてくれよ、しっかり。 OK、 まあ当然、あー違う違うくそー、銀次にしようと思ったらくそー、銀次使えってことか。いやいや、全然、一晩眠ればって言って、こいつら寝てねえのか、これ。回復してねえぞ、本当にね。もう夜遊びしてたのかどうなのか知らんけども、よし、じゃあちょっと城戻りますわ。ちょっとね、夜叉姫、夜叉姫ちょっと迎えに行こう。銀次もういらんから。で、この後はこのまま進んでっていいのかな。次ってか、あともう一人はアシュラか。アシュラ、アシュラが復帰すれば、まあ一応 OK。 夜叉姫どこだっけ、上かな。あれ、いねえぞ。あれ、下だったっけ。マシラ、あれ下だ、多分。いた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 。はい、オッケー。よし。まあまあまあ、とりあえずはという感じでしょうか。じゃあもう一回お宿戻って、武器、夜叉姫の武器がね、ちょっと変えるかなと、確か置いてたような気がしたんですよ。ちょっと一回行ってみよう。はい、来たね。はい、武器。夜叉姫。あー、オッケーオッケー、帰る帰る。梅の振り袖、目の尾の杖。目の尾の杖買うか。オッケー。振り袖も買おう。オッケー。こっちの武器って誰なんだろう、ちょっとよくわからんよな。あれか、ふんどしとかって打てるから、誰だっけ、デカ太郎か。
多分。まあ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 いいでしょう。行こう。次のどうなのかな、道なりに南下してっていいのかな。ちょっとわからないんだけどね。南下していくか。あっと復活してしまった。はい、出るのね、出るのね。なも、ん？なもみたくり。なもみたくり。はい。どうよどうよ、強いのかな？うわー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 、強っ！強っ！浦島やっぱ絶好調だといいっすよね。連続攻撃できるからね、こいつ。まあ、あ、溶けた。絶好調状態じゃなかったらもう火力出ないけどね。これ、セーブポイントかな？セーブするか。はい。はい、ここ。よし。おお、いいじゃん、いいじゃん。こっちでいいのかな？あの、おお、いいじゃん、いいじゃん。ここでボスと戦いたいぜ。ケツガヒョウ。はい。いいね、この絶好調2人組で。よーし。ここ入って下の穴に出るのかな。雷神の洞窟。うわわわわわわ、強くなったかも桃太郎。我が妹ヤシャにアシュラまで仲間にしたそうだな。それが友情の力というやつか。大大兄様、早く気がついて、今の地獄も味わってるわ。カルラが目指す鬼の世界がお前たちには分からぬようだな。俺たちに力がなければ人間の方が偉くなって鬼が虫けらとなるのだ。人間でなければ他の動物が鬼の上に立つだけだ。なるほど。こんな簡単なことがどうして分からぬのだ。戦え桃太郎。これまた負けイベなんじゃないのこれ。だってここで大大王子倒しきるみたいな感じでもなかろう。どうなんだな。まあちょうどいい具合に今絶好調2人いるから六角なしでいってみるか。うわ、つえつえ。わあ、もう絶好調でこれじゃ話にならんわ。これ巻きイベだな多分。しかもバフ使ってですよ。バフ使ってあんだけダメージ。いや、つえ。いや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 、これちょっともう一回バフ使ってやらないとダメだな。はい、戦いに形がないで戦いを見てしまった。あ、よかったよかった。六角使わないでよかった。あ、いっちゃった。じゃあね。残念ながら俺はお前に興味はない。カグラコウモリ、いいじゃん。えい、オッケー。これどう進んでいいのかな。バイ、いっぱいいる。オーテング、いっぱいいる。これ鬼よけ使った状態でこれだけ敵出てくるってことはレベル追いついてないんだろうなーっていう気しますよね。まあまあ経験値もらえるもんなこれ。回復するか。 OK。
ちょっと修行しなきゃダメかね、これ。とはいえ、この辺にね、回復ポイントがないから、六角連打のレベル上げはできない。まあちょっと進んでいってみようか。うわわ気持ち悪い、毛量。あれ金太郎はなんで攻撃できないんだったっけ。これ硬えなこいつ。倍力しびれて動けない。麻痺か。麻痺消し使ってやんなきゃダメか。動いてるけどね絶好調状態で。うん、そういうツッコミはなしでってこと。あ、オッケー。すぐレベル上がりそうっすね。オッケー。によけ隠れ身ので進んでいった方がいいかな。また封印の玉、なんかやたらねここに来て封印の玉をね取らせたがるんすよ。やっぱなんか使えってことなんかな、封印の玉を。これも封印の玉じゃねえだろうな。呪い消し、ちょっとどう進んでいいかわからんから、もしかしたらアイテムの取り逃しとかあるかもしれないけど、なるべくだったら全体を見てから次のフロアに進みたい。さあもうちょっとね絶好調くんいなくなっちゃったから、どうするよって、もう戦っていくしかないよなこれ。守り使っていくか。守り使いながらちょっと、もう MP 切れたら脱出するしかないだろうこれ。あ、混乱してる。錯乱している自分を殴って、はい戻る。これ自分を殴れないんですよね。自分っていうか仲間を殴れないんですよね。自分で狙って殴れないんですよ。 OK。 当たりづらくなった。あーマヌーサか。くっそー、やるじゃないか。本当にねこんなねバトルもう毎回してたら本当消耗してしょうがないですよこれ。もうボスまで本当ね消耗してしまってですね、ボス戦がまともにできんわっていう。まあだから救済でレベル上がったらね HP MP 回復するんだろうなって気はしてるんですけど、また封印の玉だそういう気はしてるんですけどね。でも敵強いのよ、本当に。敵が強い。まあ、呪い消し捨てていいんじゃねえの。獅子の旅は、まあ、売りゃお金になるだろうし。あっち階段か。階段ってか、もはやはしごだけどね、はしご。はい。これは持っておきたいよね。雪のおにぎりとかさ、きびだんごとか使ってもいい。いいよね。一回戻すか。きびだんご。うわ、よりによって全開じゃん。よりによって全開じゃん。じゃあ、書物使おう。はい、よし、これで
これで OK。 さてさて、はい、次は、まあボスはね多分いないと思う、てかそう思いたいんだけど、なんか出口っぽいのも見えてたんでね。あ、鬼よけじゃなくて隠れ身の使えばよかった。この銅眼、お日頃の巾着とかもさ、これ預けてもいいんだよね多分ね。もう使わないでしょ。一回戻して、また書物あるからこれ使おう。はい、これって誰か装備できんの？いや、それはいいんだけど、誰が装備とかさ、ちょっと教えてくんないと。あ、なんかやってる、なんかやってる、なんかやってる。鬼に歯向かせを越してくれる。どうしてくれんのよ。はい、まあやることといったら A ボタン連打なんですけどね。はい、一つ、お前の命はあと5秒だ、じゃないの今のこれ。一つ OK。 そして鬼が閉じ込められてた。覚えてますか、前に花坂の村でも桃太郎さんに懲らしめられた銀の鬼です。へえ、これ前作の話っすね多分。銀の鬼、うん、閻魔様があなた後カルラの部下になるのを拒んだらこの有様です。カルラは最初いいことばかり言って、あとは嘘ばかりだ。なるほどね。こっちが正規ルートかな。ちょっとこっちの方見てみたいので。なんもないわ、なんもないわ。ほんじゃあ、まあやばい、隠れ身の、よし行こう。はい、さてさて、まだまだ続くんかな。本当はね、まあ長いのでね、まあ話ついでに言いますけど、本当このゲーム序盤のあたりから僕言ってましたけどね、本当長いっすよねダンジョン、このゲーム。うん、長い。前作はね、そんな長くはなかったんすよ。まあ、敵強かったけどね。敵強かったけど、そんなに。で、まあ、逃げる逃げるで行って、進んで行って、まあまあまあ、でも、なんとか、ボスまでたどり着けば、あとは六角連打みたいな感じで、倒してたんでね。今回、長いね、これ、ダンジョン。長い。こっち、セキルート？こっち正規ルートで起きながら、あそこにつづらが見えてる。あ、でも行けない。ってことは、あそこまだ、これからあっち側、対岸に渡るんでしょうね。2つ3つ並んでるね。犬まっしぐる。あー、これ音もいるんじゃないのここに。いや、だったらこれちょっと残しておきたいね。ちょっと待って、どうしよっか。蜘蛛の糸いらんな。抜け出しで
抜けちまえばいいからね。動物の友きびだんご、きびだんご使うか。はい、これだからお友いるでしょうよ、これ、ここにこれだけねえ、お友のさ餌置いてあるっちゅうことはよ。これはなんだ、動物の友、ほらほらほらいるよこれ。きびだんご、はい、きびだんごって美味しいのかな。てかきびだんご自体がそもそもどういうものなのかってのがよくわからんのだけども、隠れ身の、あーもうあと残り1個かな。さあいるんじゃないの、いるんじゃないのこれ、この奥に仙人の桃。じゃあちょっと時間いい感じっすね。あっちにもまだ鬼いるし、これ大変だぞ長くて。あーここでなんか買えってこと？とはいえね、なんか売るものって言ったって、まあこの辺売るか、まあ必要とあればまた買うからいいんだけどね。ちょっと預けたいよな道具、この仙人の桃とかさ、この辺ちょっと預けたいね。でね、やっぱいざという時に使えるように持っていけるようにしたいよな。うちでの小槌とかさ、ちょっとこれ、うん、水筒いらないんじゃないの、水筒。よし、朱雀の刀、これは強いぞ多分。あれ、あれあれあれ誰持ってる、ああ、姫様ですか。まあここでもいいけどね。強い強い、前作でもね朱雀の刀とか白虎だのなんだの出てきたからね。白虎、玄武、朱雀、青龍、青龍出てきたかな。下は意味ない、これが多分正規ルートだとは思うんだけど、ちょっとね全体見て動きたいですね、全体見て動きたい。こっちは、あ、なんかあるんじゃないの、ほら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 、とわみ、とわみ、何に使うんだろう。鬼を捕まえてに、あー、そういう感じか。メタスラ系とか、なんかそういう敵、まあ、回復してくれる敵とか、まあまあ、使えるっちゃ使えるな。なんか鬼、わー、カルラもいるわ。ギアマンの玉。ギアマンの玉。ちょっと待ってね。ギアマンの玉。え、誰持ってる？あった。別に、おお、いいじゃん。はバトルになる？彼らは代々王者やつりバサラ王様亡き後の鬼の世界を自分、ああ、なるほど。情報仕入れるわけだね。代々王者やつることに必死だ。代々王者武勇の人だから疑うことを知らない。アジャセ王子はどこに？アジャセ王子はなかなかちょっと、あれなんだね。こう、信頼でもないけど、まあ、割とこう、人望が厚いのかな。アジャセ王子は本当にもう、北斗の拳のラオウみたいな、なんか力こそ全てみたいなね、そういう感じなんかな。
そういう感じっぽいよね。まあ悪気はないんだろうけどもっていう感じですよね。 OK、 もう40分ぐらいまで来ちゃったから、ちょっと一旦中途半端なところだけど一旦切るか。ちょっと待って、もうね、隣にもうカルラが見えてるから、できればそこまで行きたいのよね。バサロー様は悪くない、カルラの嘘を暴けない、俺たちが悪いんだ。人間は愚かな生き物だ、俺様の言うことを信じろ。カルラの言葉を信じるうちに私は自分で物を考えることを忘れました。カーズ、まさにカーズ。お、カルラと一緒にいると何がいいのか悪いのか分からなくなってしまう、そして気がつくとここにいるってわけさ。考えることをやめたみたいな。おお、動いてる動いてる。えっ、ああいい、これでいいのか、これで合ってんのかな、もしかして。ちょっと一旦もうここで切りますわ、40分超えちゃったしね。はい、中途半端のところだけど、じゃあ次回この続き、このままね、やっていきますんで、よかったらそちらの方もね、お楽しみにしていただきたいなと思っております。はい、それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。